任せとけって。白ひげ海賊団の仲間を殺して逃亡した黒ひげことマーシャル D ・ティーチを追跡していたエース、ついにグランドラインのバナロ島でティーチを追い詰め、かくしてバナロ島の決闘は始まった。エース、おめえ俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段はもう全て計画してある。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。まず手始めにこの先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ、なんだと？つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。そして当然俺もおめえの仲間にゃ。ならねえ。全て無力。おめえの強さをもってしてもな。しかしますます惜しい力だ。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味がねえだろ。俺は決して人生に悔いは残さない。分かったか、バカ。生きてなんぼのこの世界、全く残念だ、エース。闇に死ね。大宴会宴廷。ジハハハハ、太陽か闇か、勝者は一人だ。俺は白ひげを王にする。グランドライン、バナロ島の決闘。この2人の海賊の争いは後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる。ルフィは処刑台へと到達する。ミスター3の能力でエースの手錠を外すルフィ、それを阻むため激しく砲弾を撃ち込む海軍であったが、処刑台が崩れる。何が起きた。エースはまだ死んでいないぞ。撃てや、処刑台ごと吹き飛ばせ。危険は生身だ。生きちゃいない。
前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。クズ！危険のエースが解放された。やったぞ麦わら、エースを奪い返したら。気抜くなルフィ。おう来ますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるかルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとうルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったなルフィ。いつかエースも超えてみせるぜ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれルフィ。フェザントバック。強肩。今から伝えるのは最後の戦長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。そら、よっ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 。行くぜ。そら。俺の力試してみるか。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベイにせかされ白ひげに背を向ける。だが巣を解放して即退散とはとんだ腰抜けの集まりじゃのう白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ今の言葉。エース。お前の本当の父親ロジャーに阻まれ王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに伝われて家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも
王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありゃせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにするんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。調子に乗りよって大噴火。ジュリア、まだまだ。ディゴさん、バナロ島でティーチに敗れたエースは海軍に身柄を引き渡された。海軍はマリンフォードにてエースの公開処刑を行うと全世界に通達。海軍と大海賊白ひげの激突を予感し、世界中の人々が震撼する中、白ひげそしてエースの義弟ルフィがエース救出のためマリンフォードに現れた。お前さんもう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、
革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビー。バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことをお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。嘆きと悲しみがマリンフォードに満ちていく。しかし求め続けた答えを得たエースは静かに安らかに微笑んでいた。